10月15日はキノコの日です。食欲の秋で体重が増えてしまい、ダイエットを考える方もいるかもしれません。そんな人にこそおすすめの食材がキノコです。食べて痩せるダイエットの筆頭はキノコ類だといいます。キノコはたくさん食べても太りにくい食べ物です。注目すべきはそのカロリーの低さ。キノコ類で最もカロリーが高いとされるエリンギでも 100g あたり約 24kcal、 同じく 100g の牛肉、米、小麦、リンゴなどに比べるといかにキノコが低カロリーかがわかります。そしてキノコ類には食物繊維や美肌を作るビタミン B1 や B2、 特にブナシメジにはシミやそばかすの発生を抑えるチロシナーゼ阻害物質など美しくなる成分が豊富に含まれています。またエノキダケには免疫力を高めると言われている食物繊維の一種ベータグルカンも含まれた優れた食材なのです。キノコ類は安い時にまとめ買いして冷凍しておくと、スープや鍋などの食材としていつでも手軽に食べることができるのでおすすめです。また冷凍すると鍋や料理にそのまま使える上、キノコの香りが一段と強くなり歯触りもよみがえります。ぜひお試しください。今回ご紹介したトピックスはお天気アプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルからもご覧いただけます。